遅くねっつって時間ぴったりじゃん。待ち合わせ時間から20秒遅れてます。こういうことがあるから待ち合わせ場所には5分前にはついていないとダメなんです。へいへい、細かいねお前は。じゃあまあお前さんの予定とこれ以上ずれないように早く目的地に行こうぜ。はい、では出発しましょう。もうまた？どうした？いえ、何でもありません。なんだよ、今度は俺か？Oh, shit. お前今俺と一緒にいるって赤木にメールした？はい、セナちゃんどこにいるのってメールが来たんでそう返信しましたけど。これを見てくれ。え、これお兄ちゃん？お前の兄貴は心配性というか、なんというか本当に疑り深いですよね、お兄ちゃん。最近ひどいぜ。お兄ちゃんが見てないところで先輩がよその男とくっつきやしないかってハラハラドキドキしてるんでしょうね。俺じゃねえ、お前を心配してるんだろ。あれ、そうなんですか？まだどこにも移動してないってのにすでに疲れてきちまったぜ俺。すみません、お兄ちゃんのせいで。Now Kitty, not Kitty, no. Kyosuke knows how Saori and Kureneko feel between him and Kitty, no. ま、しかし、下手に勘ぐられないように、こいつの誤解は解いてやった方がいいな。俺が一緒にいるのは間違いねえって返信しとくよ。あ、じゃあこういうのはどうですか、先輩。なんだよ。ちょっとこっちに来てください。ガッデブー、あーめん。二人で並んだ写真を送ればさすがにお兄ちゃんも疑わないですよね。あ、ああ、そうだな。ノー、どうかしましたか？いや、なんでもない。さあ、それじゃあ気を取り直してお勉強の旅に出発しましょう。な、Oh my God. 先輩には深く BL を理解してもらわないといけませんからね。Oh my God. え？ Different. The car is gonna kill him.私が割と雑食で何でもいけちゃうんで、先輩なんかはいろんなジャンルが一緒くたになってるとは思うんですけど。 BL の世界は奥が深いんです。めくるめく男同士の世界に招待しますので、どうぞこちらへ。どうぞ。OK, let's see. I'm Ron. That's a fact I should never forget.When working with Senna, if I do end up forgetting, I'll be sucked to the bone as the material for a homoerotic fantasy. Well, even if you proceed with caution, there's no way to stop the delusions. Okay. My天使とくっつきすぎだぞ。デレデレしてねえでセナちゃんにつきまとってる男の正体を探れ。Ah, fuck. 先輩、ほら、こっちですってば。ほら、見てください。このキャラのガチムチのボディ。テンション上がりすぎて通販の社長さんみたいになってるぞ、お前。今なら、このゲームに
むさ苦しい描写を大量に追加した同人誌もセットでお付けします。俺は買わないからな。さらに初心者入門におすすめのおっさんキャラクターを 120% 美化した短美系同人誌がもう一冊追加。そういう配慮をされても絶対買わないからな。金利手数料およびお値段は全てこの赤木瀬名が負担いたします。つまりお前がこれ全部買うってことだろうが。えへへ、レジに行ってきます。先輩、こっちこっち。なんだよ今度は。前から一度先輩に聞いてもらいたいドラマ CD があって、ちょうど視聴できるみたいなんで、ぜひ聞いてみてくださいよ。 Oh god, I don't want to listen. しょうがねえな。そう、喉を開いてそのまま上手に飲み込んでごらん。僕のロンギヌスの槍。無理、こんなの大きすぎ。こっちが無理だ、こんなの聞いてられねえ。まあまあ、もう一度よーく聞いてみてくださいよ、この CD。 なんだよその不敵な笑みは。この声優さんの声すっごく似てるんですよ、部長と真壁先輩に。いつも俺をいじめるその口を塞いでやるよ。お仕置きしないで。部長。 No way, right? 今部長って言ったぞ。 President。 そうなんです、これ設定もぴったりなんですよ、あの二人に。普段はぼーっとしてるくせにベッドでは責める部長と、普段は毒舌で突っ込むくせに可愛い子ちゃん受けの後輩。Fuck. I guess we're all similar in a way.一つ用事があるんです。できれば先輩の力を借りたいことなんですけど。なんだ、 BL なことじゃなければ協力してやってもいいが。お兄ちゃんに何かプレゼントを買って帰りたいなって思ってるんです。赤木にか、誕生日とか近かったっけ。いや、仲直りのプレゼント、この前先輩から話を聞いて、お兄ちゃんのことを私なりによく考えてみたんです。確かにお兄ちゃんは気持ち悪いし、今日もメールがしつこく来てイラッとはしたけど、でもやっぱりお兄ちゃんは私にすごく優しくて大切なお兄ちゃんなのかなって思えたんです。だからここのところお兄ちゃんを避けてたお詫びにプレゼントを買って帰ってあげようかなって。God damn. The famous... どうしました先輩。 My little sister can't be this cute. いや、なんでもない、なんでもないんだ。Somebody else, little sister can't be this cute. それでどうでしょう先輩。
プレゼント買うの付き合ってくれますか？おう、もちろんだ。お前らの仲直りの手伝いができるってんなら、俺としても願ったり叶ったりだしな。ありがとうございます。優しいですね、先輩。いやいや。Kyosuke's not nice. He's just after them titties. よかった。私、お兄ちゃんが喜ぶものとか、あんまりよくわからなくて、何を買えばいいか困ってたんですよ。先輩なら、前にお兄ちゃんと秋葉に来てたこともありますし、どういうものをプレゼントすれば喜んでくれるかわかりますよね。ああ、そうだな。前にあいつと秋葉に来た時は、ああ、ダンブラ。あいつサッカーバカだから、その辺のサッカーゲーム買ってやれば喜ぶよ、多分。FIFA。こんなワゴンセールのものでもいいんですか？ダン。大丈夫大丈夫。選手のデータが何年前のやつでもあいつは楽しく遊べるから気にしなくていいだろう。FIFA O2。さて、BL の勉強も赤城への買い物も終わったし、今日の要件はこれで終了だな。まだ日も高いけど、飯でも食って帰るか？ん？何言ってるんですか、先輩。まだ終わってないですよ。というか、始まってもないですよ。おい。は？今までのは BL のお勉強のあくまで前座です。これからが本番ですよ。それじゃ電車に乗りましょう。ちょ、おい、どこに連れて行かれるんだよ。それはもうバラ色の楽園です。なあ、高坂、あれからセナちゃんはどうしてる？俺が気にしてた男の件はどうだ？はーい、先輩、ここが俗に言う乙女ロードです。袋。ほらほら、見てください。秋葉に比べれば少ないですけど、ここにも同人ショップがいくつもあるんですよ。お前のテンションは秋葉より増してるけどな。この辺りのお店の販売ラインナップは、乙女の心をわしづかみにする一品ばかり。 RPG で例えるなら、魔法使いの集まる街に世界中の魔法アイテムが集められているとか、そういう感じです。ゴールド貯めて買い集めないと。これが魔法だとしたら、俺には全部黒魔法にしか見えないぜ。ここにもし五光さんがいたら。不臭がひどいわ。これはネクロマンシーの共演と言った方が正しいわね。とか言いますよ、きっと。あのさ、俺そろそろ疲れちゃったんだけど、お前はどうだ？秋葉からずっと歩きっぱなしだし、休みたいだろ？私はそれほど疲れてはいないですけど、お昼もまだですし、何か食べます？そうそう、飯でも食って休憩入れようぜ。ではそうしましょう。おすすめのお店があるんです。ここです。お帰りなさいませ、お嬢様、ご主人様。You sound upset for hostess, right? No, it's a hostess, right? No, host club. Butler cafe.
先輩、気をつけてくださいね。気をつける？ああ、そうか。羊喫茶の常識みたいなもんがあるのか。やっちゃまずいようなこととか何かあるのか。違いますよ、そういうことじゃないです。ここには素敵な羊さんがいっぱいいるので、恋に落ちないように気をつけてくださいってことですよ。落ちるか。そうですか。だって入店するなり、先輩ったら羊さんたちのことチラチラ見てばかりだから。こういうところ来たことねえから、物珍しくて眺めてたんだよ。お前は男が2人以上いたら、その2人をくっつけないと気が済まねえのか。そんなことありません。私は対象が無機物だろうが、記号だろうが、概念だろうが、等しくカップリングして燃えられます。胸を張って言うことじゃねえぞ。それに先輩を誰かとカップリングせざるを得ないのは、私のせいじゃなくて先輩のせいなんですよ。はあ？あんまりにも先輩がウケウケしいオーラを放っているものだから、目を離せないんですよ。周りのお客さんだって、ほら、もうすでに先輩と羊さんで脳内ショートストーリーを何本か作り始めてらっしゃる様子のお姉様方がいっぱい。ちょっと、あの男の子の受けオーラすごくない？なんていうか、逸材。Damn, Kyosuke, why you gotta be bottom? 初めての羊喫茶に来たものの、裏のマナーを教え込まれて調教されるっていう設定とかいけそう。いいかも。受けの良しは平凡ってところが逆に燃える。 I'm not gonna lie, these are my people. But not for BL though. I do like to fantasize and make fanfictions too. But I don't do BL couplings. この場所怖い。俺が入ってきてはいけない空間だった気がする。 おいやだ、適当に飯食って出てくから、なんか出してくれ。あんたじゃダメですよ先輩。ここは、おい君とか言ってくれないと。え？おい君、お任せで頼む。かしこまりました。それではメニューをお下げします。あ、フラグ来た。これ初めての触れ合い来た。間違いないわね、あれは誘い受けの上等手段。この短い間に口実を作るなんて恐ろしい子。ちょちょちょ、落ちたメニュー拾おうとして手が触れ合ってるじゃないですか。ちょっとお兄ちゃん、こんなとこで先輩が浮気してる。指が触れたぐらいで大騒ぎすんな。彼氏がいるのにあの手札なのね。触れ合いでやがてお知り合いに、そして体のつながりに。やっぱり私たちの目に狂いはなかったわ。俺はどうしたらいいんだ。ドゥン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 。 I should have the song played out. さて、用も済んだし、そろそろ帰りましょうか、先輩。心なしか肌がツヤツヤになってないか。動きも妙に滑らかになってるし。男と男の絡み成分をたっぷり満喫できましたからね。
乙女欲全開ですよ。それに比べて先輩はお姉さん方に囲まれてたのにぐったりしてますね。おおむねそれが原因でぐったりしてるんだけどな。お兄ちゃん呼びましょうか。彼氏が来てくれれば気持ちも安らぐかもね。ね、うん、あれ先輩、ツッコミを入れる気力もないぐらい疲れちゃいました。いい加減そのネタを全部拾うのもどうかと思ったんでな。無言の抗議だ。さすが先輩、ツッコミにもバリエーションがありますね。真壁先輩とスキルを高め合っているだけはあります。お前みたいなのと一緒にいると嫌でもツッコミスキルが上がるんだっての。あ、私がボケキャラみたいじゃないですか。私は規則正しい委員長キャラですよ。それも腐女子が発覚するまでの短い期間のキャラだったな。遠い目で語らないでください。私はここにいますよ。まあしかし今日はお前が世の男たちをどういう目で見ているのか身をもって理解したぜ。それなら取材も成功だったということですね。何よりです。あのさ、 BL 勉強ついでに聞くけどよ。何ですか？お前みたいな腐女子にとっての男ってのはあくまで萌えの対象なのか？現実の男として相手を恋愛感情で見ることはないのかな？そうですね、それは腐女子それぞれの性格にもよるとは思うんですが、 BL の世界でも単体萌えって言って受け攻めのどちらかだけが好きっていう人もいますから、私は二次元の男じゃないとダメとかいうこともないですし、三次元も萌え対象になりますよ。その萌え対象っていうのはリアル男でも BL 妄想するってことだろ？そういうことじゃなくて、もしこの男が自分の恋人になったらとか、そういうことは思わねえのかってこと。それは私だって年頃の女の子ですから多少はありますよ。なら聞くけど、お前って今その好きなやつとかいるのか？あ、それは今のところそういう人はいないです。ほう、俺はまたさっきの羊喫茶にでも恋人候補がいるのかなって思ってたぜ。ん？どうしてそんな。あそこの店員ってイケメンなのが揃ってるんだろ？俺にはよくわかんねえけど、お前もそういうのが好きなんじゃねえかなと思ってさ。そんな先輩、見た目のかっこよさだけで男の子を好きになる女子ばっかりじゃないですよ。そういうもんなのか？はい、まあ見た目のかっこよさはカップリング妄想するときには重要なファクターの一つではありますけど。へへへへ。ん？どうしたんですか先輩。いや、羊喫茶の人たちってのは大変な仕事だなって思ってよ。まだなんかあるか？いえ、これからゲーム制作一緒に頑張りましょうね。おう、今日学んだことが無駄にならないようにいいもの作りてえな。先輩が手伝ってくれるならいいものになりそうな気がします。そうかな。まあできる限り協力はするよ。今日は一日ありがとうございました。とっても楽しかったです。お兄ちゃん以外の男の人とこんな風に自分の好きなところを見て回ったのって先輩が初めてだったんで、よければまたご一緒しましょうね。ああ、俺でよければまたね。
Damn, bruh. Kyosuke's too good. それじゃ。I don't know, Daryl. I don't know. Because this game's kind of suspicious. Kyosuke was so focused on her titties. So I don't know if that come true. But maybe got good intentions after all, right? God damn it. Just when I say it. Just when I went to compliment Kyosuke. Never mind. He doesn't have good intentions. There's no way he'll give him a happy ending if you think like that, right? God damn it, Kyosuke. Come on, bruh. Damn. He just after them titties. Can't help it, bro. Bah. Countdown to boobs deadly approaches. という感じにこの辺りを演出に組み込めば RPG としての初見のとっつきにくさは緩和できるんじゃないかと思うんですよ。すごーい、真壁先輩、この短期間でこれ作ったんですか？いえいえ、以前に部長と作ったものや僕が個人的に組んだプログラムを流用してるだけですよ。内容の面白さは赤木さんにお任せするしかないですけど、こういったサポートなら僕にもできますしね。頼りになるな。素敵です先輩。そんなに褒めないでくださいよ、恥ずかしいな。ついに見つけたぞ。ヘカギ、don't jump him。 おい、お前何やってんだ、人の部室の前で。高坂、泣きやがら飛びかかってくるな、気持ち悪い。セラちゃんが取り乱してんじゃねえよ、落ち着けって。セナの剣なら一段落したろ。恋人とかいねえみたいだぞってメールしただろうが。そうなんだよ、お前からメールもらった後セナちゃんからプレゼントもらっちゃった。至福のひととき、エンジェルからのプレゼントだったぜ。そうか、そりゃよかったな。じゃあそういうことで。話は終わってないぞ、俺を置いていくな高坂。だーもう分かったよ、あの状況について説明してやるから抱きついてくるな。こんにちは先輩。Ah, is that what it looks like? なんだよその目は。あの手の話はてっきり赤木さんの妄言だとばかり思っていたけれど、先輩って本当にそっちの？違うっつーの。だからその後ずさりやめてお願いだから。あまり人目につくような場所で抱き合ったりしないでちょうだい。抱き合ってねえって、俺が一方的につかみかかられてるんだって。とにかく先に部室で待っているわ。痴話喧嘩は今のうちに終わらせておくことに。なんてこった、俺の周りに誤解と不快が広まっていくぜ。それってお前の受け属性のせいでもあるから仕方ねえよな。ガキ、今は 100% お前のせいだけどな。いいか、話せよ。はい、そもそもお前なんでここにいるんだ。そうだ、話の続きだ。高坂、俺はな、セナちゃんがくれたプレゼントこうして肌身離さず持ち歩いているんだ。ほら、 She got that from a bargain bin, bro。それでだけどな、あの日確かにセナちゃんはちょっと様子がおかしかった。
心ここにあらずっていうか。そうしたらおい、あれは一体誰だ。あれって、ああ、真壁君か。うちの部の2年だな。あいつだよ。あいつがセナちゃんにまとわりついてた悪い虫なんだ、間違いない。はあ、その問題なら解決しただろう。いつまで引っ張ってんだよ。あいつがこの世にいる限り解決はしない。さっきも俺のセナちゃんと仲良さそうに話しやがって、あのガキ。いや、もうガキなんかよくわかんねえけど、俺部室に用があるから、お前一人で盛り上がっててくれ。じゃあな。顔といい、声といい、あいつに決まってる。その決めつけはどういう理屈になってるんだ。こんにちは、アース。高坂先輩、遅いですよ。まあ、ちょいと事情があってよ。事情ね。あーめえ。まあ、今日はまだ部長も来ていませんし、別にいいんじゃないですか。うっす。お、ちょうど全員集合か。そうっすね。あれ、一人多いですよ。お二人の後ろにいるその方は。は？Oh god, bro. な、何やってんだ赤木。お兄ちゃん、どうしてここに。ああ、赤木さんのお兄さんですか。どうされました。もしかして新入部員とか。あぁ、赤木、He's gonna beat his ass。 あの、なんで僕こんなに睨まれてるんでしょう。だから血は喧嘩は外で終わらせておきなさいと言ったのよ。俺のせいじゃないからな、これは。ああ、高坂は関係ねえ。もう、お兄ちゃん何しに来たの。部活動の邪魔しに来たなら帰ってよ。邪魔をしに来たわけじゃないんだ。皆さん、いつもうちの妹が世話になってます。セナの兄の赤木公平です。ああ、こちらこそ。妹さんにはいつも助けてもらってるぞ。俺は部長の三浦だ。どうも。ご厚意。よろしく。真壁です。ちょっとお前いい加減にしろよ。用がないなら出てけって。用があるならいてもいいんだろ。なら見学だ。俺は芸剣に興味があって見に来たんだ。肌身離さずゲームを持ち歩いてるくらいゲーム好きだしな。ほら、それ私がこの前あげたやつじゃない。なんで学校に持ってきてるの。セナちゃんがくれたものはだいたい持ち歩くか家の金庫にしまってあるんだよ。バレンタインのチョコとか毎年保存してあるよ。オーガード。そんな、セナちゃん、そういう精神的に来るお仕置きはお兄ちゃん別に嬉しくないよ。喜ばせようと思って言ってるんじゃないもん。お兄ちゃん気持ち悪い。ほう、このサッカーゲームをやったことがあるとは興味深いな。このゲームは期末に合わせて無理やり出したという黒い噂があったんだが、選手が芝生にめり込む、ボールが蹴った方向に進まない、試合時間が巻き戻り、セーブデータが破損するなど
sound like the current FIFA, to be honest. Not really. The current FIFA is a copy paste of last year's FIFA. プレイヤーを地獄に叩き落とした伝説のゲームなんだ。自慢じゃないけど、全選手のデータをパラメータマックスまで育て上げたぜ。なんだって？サッカーゲーム界のクソゲー金字塔と呼ばれたこのゲームでそこまでの成果を。選手の名前を天使のセナちゃんに変更した段階で俺の価値は決まりだったね。サッカーゲームで妹を育てないでよ。まさか選手全員私にしたの？もちろんだよ。セナちゃんが守り、セナちゃんが攻め立て、スタメンもセナちゃん、控えもセナちゃん、これ以上ない最強のフォーメーションができたよ。そしてそのチームの監督は俺。これぞまさしく赤城ジャパン。なるほどなるほど。なあ君、物は相談なんだが、よければうちのゲーム制作を手伝わないか？はあ？何言ってんすか部長。だって彼、見たところゲームのセンスもありそうだし、ゲーケンに興味があるなら、ただここで作業を眺めるだけなのはもったいないだろ。部長のクソゲーセンスの金銭に触れちゃったんですね。はあ？改めて相談だ。君、今うちで作ってるゲームの制作を手伝ってくれ。私は断固反対です。お兄ちゃんがいて横でジロジロ見てるところで部活動なんて絶対に嫌です。俺は大賛成です。横でスナちゃんをジロジロ見ながら部活動ができるなんて、ここは天国ですか？ああもう、お兄ちゃんったら最悪。まあまあ、そう揉めるな二人とも。お互い主張したいことは多々あるだろうが、まずは直前にある問題にも目を向けにはいかん。我が部のゲーム制作はただいま深刻な人員不足に悩まされている。そうだな高坂。あ、はい、確かにそれはそうっすけど。お前の組んだスケジュールだと、今の人数で作業を続けても文化祭まで間に合うかどうか微妙なラインだっただろ。幽霊部員たちも捕まる様子がないし、ここは一つ彼で手を打とうじゃねえか。そんなの判断。賛成だわ。え？ここのところ人手不足は実感していたわ。赤城さんがその分作業を増やして対応していたけれど、いつまでもそれができるとは限らないもの。それにすでに現状ここで起きているこの騒動で我々の作業が滞っているじゃない。時間が惜しいわ。地平道を吐いて画面を見つめるデバッカーでも、可愛い妹の肩もみ役でも、適当な役職を与えてそれに没入してもらうべきよ。そうは思わない？ああそうだな。このまま赤城の件で揉めているのは時間の無駄だ。部長が制作陣に加えたいって言うなら、とりあえずそれに従うことにしよう。よし、決まりだな。なら遠慮なく俺は部室にいることにする。赤城さん、 CG の塗りこんなものかしら？そうですね、もう少し汁を多めにできません？鎖骨に汁を溜め込む勢いで。ジューセス。こんな感じかしら？なんていうか、質感とかテカリをもうちょい生めかしくなんですけど。ニュアンスが分かりにくいわね。すみません、部長と真壁先輩で実践してもらっていいですか？嫌ですよ。おい、真壁がモデルの絵なのに、なんで今俺も呼んだんだ？それは決まってるじゃない
ですか。かける側とかけられる側がいないと成立しないシーンなので、部長にぶっか。それ以上は言わんでいい。なあ高坂、うちのセナちゃんはリアル思考だろ。プロっぽくてかっこいいよな。何のプロだよ。お前がそうやって甘やかすからこんなに立派に腐っちゃったんだぞ。ねえセナちゃん、資料が必要なんだったらお兄ちゃんが一肌脱いであげてもいいよ。お兄ちゃんは黙ってて。はい。あ、でも高坂先輩もいるってことはお兄ちゃんが先輩の顔にぶっか。おい、勘弁してくれ。赤木さん、あなたこの間からずっと気になっていたのだけれど、結局このゲームでも自分の好きな BL について自重する気はないんじゃないのかしら。そんなことないです。むしろお兄さんの後ろ盾を得て妄想が増しているかのようにすら見えるわ。お兄ちゃんは関係ないでしょ。まあまあ、二人ともそう喧嘩しないで。おいこらてめえ、仲裁するふりしてセナちゃんに触ろうとしてんじゃねえぞ。いい加減にしてよお兄ちゃん。制作手伝うとか言って結局何もしてないし、邪魔ばっかりじゃない。時間もったいないんだから何か手伝ってよね。ごめんセナちゃん、もちろん俺も手伝うよ。おい高坂、ダブルクリックってどうやるんだ。お前俺より使えねえな。なあ、手伝えることねえならさっきのサッカーゲームの対戦しね。おう、いいねいいねじゃないでしょ。部長も何遊んでんすか。とりあえず部長、ゲームやめてください。赤木も誘うとか何なんすか。そうです、部長も部長ですよ。いや、新しく来たやつが少しでも部に馴染めるようにと思ったよ。俺なりに気を使ってるんだぜ。でも今それどころじゃないんすよ。スケジュール遅れてるからって手駒増やしたのに、そいつと遊んでちゃダメでしょ。痛いところ疲れたな。じゃゲームはやめとくわ。はあ、よかった。俺の赤木ジャパンのデータ見せたかったのに。見せなくていいよ、恥ずかしいから。もう手伝えることがないんだったら出てってって言ってるのに。まあまあ、そうカリカリすんなよ。だってお兄ちゃんが作業の邪魔しかしないから。いやまあそうなんだけどよ、赤木は赤木で何を手伝ったらいいかよくわかんねえんだよな。なんですかね、あのお兄ちゃんの自信に満ちた笑顔。何もしてないんですよ。むしろ足しか引っ張ってないんですよ。ああ、自信と実力が見合ってないにも程があるんだよな、こいつ。すみません、サッカーと妹のことしかわからない兄なもので。まあいいや、赤木は一旦企画書とかの資料に目を通せ。いずれデバッグとか手伝ってもらうから今はおとなしくしてろ。おお、わかったぜ。すごいですね。うん？何がだよ。だってすごい上手いじゃないですか、お兄ちゃんのあしらい方。ま、
赤木の扱いには慣れてるからな。いただきました、いただきましたよ、そのお言葉。しまった、トラップだったのか。きっちり録音させてもらったので、サンプリングしてゲーム内で使わせてもらいます。ま、赤木の扱いには慣れてるからな。再生すんな、ゲーム中のどこで使うんだよそれ。知りたいですか。知りたくねえ。たく、元気になるのはいいけどよ、そういうのやりすぎるなって釘刺されてるだろうが。あ、そうでした。分かってるならいいんだ。よし、ありがとうございます。セナちゃんが作ったものは資料や設定すら可愛いな。先輩、あの、私作業に戻りますね。おう、作業頑張れよ。 Dang, nice one, Kyosuke.おい、真壁くん。何ですか、先輩。僕はもう役に立てないと思うんで、ほっといてください。お前が欲しがってた例のギャルゲーのイラスト集、今度貸してやるよ。本当ですか、あのエッチなイラスト満載の。ん、声が大きい。とにかく今は作業に戻ってくれ、詳しい話は後だ。はい、僕やります。高坂先輩、何の話をしてたんですか。真壁先輩が妙に張り切ってますけど。男同士の約束ってやつだな、真壁。ええ、そうですね。ん、the motivation fuel that fuel all men in society. あれ？あ、高坂先輩、お疲れ様です。どうしました？こんな夜遅くに。家に着いてから忘れ物したのに気づいたから取りに来たんだけどよ。お前なんでいるんだ？一回帰ったよな。だって今の進行状況じゃ文化祭までに間に合いそうにないじゃないですか。私一人だけでも進められる作業は進めておこうと思って戻ってきたんです。そうか、部室の電気がついてたから俺はまた部長とかが居残って遊んでんのかと思ってたけど。残念、セナちゃんでした。ここ何日か居残り作業を続けていたことで進行ペースは若干上向きになったと思いますよ。今日だけじゃなくてこれ何回もやってんのか。はい、お兄ちゃんに見つかると夜中にどこに行くんだって騒がれるので、ほっそりと。うん、一人で作業大変だな。そうですね、隣に五光さんがいないとまた趣味に走りすぎちゃって描写がハードになりがちな欠点はありますけど、でも先輩たちがいないおかげで
妄想のきっかけは減ってますから。どっこいどっこいかな。すげえよなお前。え、私がですか。ああ、自分の作りたいものがあって、それを作り上げるためには一人でもこんなに頑張れる。すげえよ。そんな感心されるほどのことじゃありませんよ。ただ単に不女子妄想が激しすぎて、それを形にせざるを得ないってだけです。これは不女子としての性であり、業であり、意地ですね。なるほどね。それだけの創作意欲が保てるなら、腐ってるってのも悪くないのかもな。そうですか。ああ、俺は嫌いじゃないぜ。それでペースが上がるなら、自分の趣味に対してもっと素直になってもいいんじゃねえの。やりたいようにやるのが一番だしな。はい。あの先輩。ん？私、先輩がそういう人でよかったです。そういう人ってなんだよ。言っとくけど、俺はお前の趣味を理解はしてねえぞ。そういうことじゃなくてですね、私の趣味のことを認めてくれるっていうか、この趣味ごと私のことを見てくれてるっていうか。 Okay, this kind of reminds me of, I'm not gonna lie, the way, Kyosuke accepted Kiri の hobbies, her otaku hobbies.うまく言えないんですけど、先輩といると楽しいです。そうか。Working overtime. Senna, passionate about game creation, has been doing all this extra work alone. She did all this without telling her fellow club members. Can't help but admire her perseverance in doing this for many days on endWithout mentioning a word of it, she really loved games, huh? This one, right? I already chose it. I'm not going to help you, right? Of course, I have to do the work like a mountain, but... Are you a senpai or a senpai?後輩一人残して帰れねえよ。優しいんですね。別に普通だよ。そういう優しいところがお兄ちゃんのハートをつかむんですかね。またそれか。実はちょうどここに差し入れもあるんだ。ほら、好きなの取れよ。わあ、プリン美味しそう。いいんですか、いただいちゃって。外に出たついでにコンビニで適当に買ったもんだし、気にしないで食ってくれよ。ありがたくいただきます。美味しい。これ超美味しい。先輩、これはお目が高いですよ。そうか、売り場でおすすめってあったからなんとなく買っただけなんだけど。じゃあ食べたことないんですか。ダメです、これは食べるべき。確実に青春の1ページになる貴重な味です。いや、いいって。うまいならお前一人で食えばいいじゃん。やだ、一緒に食べてこれ美味しいって言い合いたい。 Oh my god, I know it right, I was like damn, 妹も。はい、口開けてください。ほら。へいへい。おお。おいしいでしょ。おいしいですよね。ねえ。ああ。おめえな、確かに。先輩のリアクション薄い。硬派な先輩を気取ってカッコつけようとしてるんですか。うるせえよ。これ食ったら作業に戻るぞ。分かってますよーだ。
ゃなくてですね、私の趣味のことを認めてくれるっていうか、この趣味ごと私のことを見てくれてるっていうか、うまく言えないんですけど、先輩といると楽しいです。Damn, bro. Every time Kyosuke get a point in the romance field, I feel like it's not gonna end well for him. His intentions is too bad. It's too evil. Damn it, Kyosuke.あともう一息でおっぱい揉めるんじゃねえか。 God damn.